皆さんこんばんは。ようこそ、人間教育講座に来ていただきましてありがとうございます。この講座、2004年か、すいません、2004年から開催してるんですけど、皆さんご存知の通り、ここ2年間、開催していません。コロナのあれでですね。で、今日は久しぶりに再会ということで、まあ、対面にこだわったというところもあるんですけど、ぜひ皆さんの前でいろいろなことを考えていきたいということで、伊藤康平塾長がですね、皆さんにメッセージを伝えてくださるということで来ていただいています。まあ、社会の中でどう生きるかということが、皆さんに伝えたいということなんですが、今日は先導者として現代版の学問の勧めというタイトルですので、すごく興味深いことで楽しみにしております。で、最初に簡単に私の方から伊藤塾長の略歴を紹介させていただきます。伊藤塾長はですね、理工学部卒業して、まあ、皆さんの先輩ですね、UC バークレーに行きまして、そこで、修士号と博士号を取得してます。で、その後ですね、95年に、理工学部の助手、2007年に教授になりまして、ですね、教授ですね。それで、2017年から19年はですね、理工学部の学部長を務められました。で、その後ですね、2018年からですね、慶應義塾大学、AI コードプログラミングコンソーシアムの代表などを歴任されております。学外ではですね、日本学術会議の会員、科学技術振興機構先駆けの総括とかですね、そのようなことをいろいろとやられております。過去には日本物理学会理事、それから日本学術会議連携会員、日本応用物理学会理事などを歴任されています。で、理工学部の方、ご存知の方いらっしゃるかもしれませんけど、最先端量子コンピューターの研究拠点というのが今、理工学部の矢上のキャンパスにあります。で、それをまあ、創設されたというのが、伊藤塾長です。で、現在はですね、メンバー企業、他大学、公的研究機関の研究者と協力して、まあ、そこでは量子コンピューター用の、アルゴリズムとかですね、ソフトの解析をやっているということです。で、今日はお忙しいところを来ていただきました。で、ぜひですね、皆さん終わった後質問してください。そういう気持ちでね、ぜひ聞いてもらって、多分気軽にって言ったら失礼なんですけど、質問してもらってお答えしていただけると思うので、そんなつもりで聞いてもらえればと思います。それでは伊藤塾長、よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。こんばんは。今、紹介をいただきました伊藤康平です。会場にお集まりの皆様、わざわざこの遅い時間にありがとうございます。そして、ちょっと、ところがカスカス言わないように、ある正しいというか、それから、Zoom でお入りの方々も、これからどうかお付き合いください。タイトルなんですけども、先導者とは、先導者としての現代版学問の勧めというタイトルにしました。学問の勧め、今年初編出版から150周年にあたります。で、これから慶應義塾でもさまざまなイベントを開催していくことになるんですけども、まあ、その、きっかけとして、まず今日は30分ほど、30分で名著みたいなコーナーで、学問の勧めの中身を簡単に紹介し、で、その後、現代に当てはめて、これがどう生きるかということを20分ほどお話しし、さらには皆さんから自由闊達な質問を受けたいというふうに思っています。では、早速いきたいと思います。これをちょっとポインターに変えますね。学問の進め150周年ということで、それとそれから慶應義塾の年表の関係を簡単に示す必要があります。慶應義塾は1858年に創設されました。開塾ってこういうふうに書いてあります。まだその時は慶應義塾ではありません。福沢先生が江戸にある中津藩の中に自分の塾を開いたということです。で、それから5年後に、その最初は蘭学塾、オランダ、ちょっとごめんなさい、私これ、はい、最初は蘭学塾として始まり、オランダ語で全てを学ぶということだったんですけども、
実際に福田先生横浜に行ってみると全てが英語だったので、これから英語だってことで一気に5年後に英語に変えます。そしてそれから63年からさらにその3年経った67年には芝新鮮座に新しい校舎を新校舎を購入しました。でこの辺になってくるとどういう塾を作りたいかという構想がだんだんまとまってきて、1868年に慶応義塾と命名した塾を作るわけです。慶応義塾、慶応というのは当時の年号の慶応ですね、慶応4年です。慶応4年は実は明治元年でもあります。で義塾はパブリックスクール、公共の発展に役立ちたい人が集まる場でも、国立とは違って学費を払うんですね。ですから学費を払って公共の発展に役立つ人たちが集まるということで、でさらにですね、それから3年後に三田、今の三田キャンパスの場所に移転します。でこの71年三田キャンパスに移転した翌年72年ですね、ここに、で学問の進め書編が出るわけであります。じゃあ1872年というのはもともと日本という中ではどれくらいのものになるか、これズームでご覧の方、それからこの大きい画面のご覧、大体見えますね。68年が戊辰戦争、新選組、五稜郭まで追い込まれたという戊辰戦争ですね。それから72年、1872年まさにこれは、学問の進めが、発刊書編が出た年ですけど、これ鉄道開通って書いてあります。鉄道が開通した年です。そして、1877年になると、西南戦争が起こり、まあ、これ西郷隆盛たちが戦って西郷隆盛が、鹿児島で亡くなるわけですけども、まあ、そういうことが起こり、そして88年になるとといった形で、この辺になると大日本帝国の憲法が発布されて、でここで、大日本帝国議会が始まるというようなことになるわけです。1890年に初めて憲法ができ、89年に憲法ができ、そして90年になると帝国議会ができるということで、初めて民主的な議会が開かれると。でその民主的な議会が開かれるずっと前に学問の進めの書編が出ているということです。で学問の進め書編から17編まであります。72年に書編が刊行され、76年までのこの4年間に短いバージョンが17編出て、そして1880年になると合本として、まあ、この学問の進め全って書いてありますけど、こうやってまとめて発刊されることになるわけですけども、延べ340万部ほど売れました。日本の人口3000万人、340万部、まさに10人に1人ぐらいの人に行き渡るぐらいの勢いだったわけであります。まあ、これ延べって言ってるのは初編が売れて、第2編が売れて、第3編が売れてっていうのは全部延べを入れてるので、まあ、そういう意味では本当に10人に1人が1冊いったわけじゃないんですけども、まあ、でも回し読みをするということを考えると大ベストセラーで、この大ベストセラーはこの時だけに終わらず、今でもたくさんの現代語訳が出てます。ですのでこれはもう本当に大ベストセラーなわけですね。で現代でも現代語訳が出るというのは明らかに今に通じるものがあるということであります。でこの初編はですね、福沢諭吉とそれから小畑徳次郎という2人の人が協調になってます。なぜかというと、この2人が書いたのは大分県の中津市、福沢諭吉のふるさとです。そこに中津市学校というのを開いて、洋学塾を開いたんですね。ここに書いてあります。中津市学校1871年設立の洋学校、初代校長が慶応義塾で学んだ小畑徳次郎さんで、その小畑徳次郎さんの家の後に今新中津市学校というのが建っていて、先月私もそこを訪ねてきて、これは私たちが撮った写真であります。ですので、まあ、この中津市学校を開くにあたり、中津市学校の人たちにこういう勉強をしなければいけないんだと、こういうふうに
学ぶんだということを書いたのが、書編だったわけであります。ですから、ここそういうバックグラウンドを、まず覚えてください。これ全部読んでいくと30分で終わらないので、文章はここに書いてありますけど、その文章を読みたければ読んで、また私の言うことを聞きたければ私の言うことを聞いてほしいというふうに思います。まあでも最初のところは有名ですね。天は人の上に人に、人の上に人を作らず、人の下に人を作らずと言えり、されど天より人を生ずるには、万人は万人みんな同じくらいにして、まあ、生まれながらみんな平等だっていうんだったら、金持ちも貧乏もそれから身分の高い人も低い人もいないはずじゃないか。なぜそのような違いが出てくるのか。それは一人に学ぶか学ばないかの違いのみと言ってるわけですね。で、これは大変なことで、まさに士農工商というもう日本にずっとあった位が、そういう身分制度が廃止されたばかりの時であって、だからこそ今学ぶか学ばざるかだけによってあなたたち、そしてこの国の行方が決まっていくんだということを力説したわけであります。まあ、そういうことが書いてあるわけです。愚かな人もあり貧しきもない、その違いは何か。人を学ばざれば地位なし、地位なき者は愚人とありたり、されば賢人と愚人とはとの別は、学ぶと学ばざるとによりでできるものなりということであります。で、とにかく身分が重くして高ければ、おのずからその家も富んで、下々の者より見れば、まあ要は身分が高い家に見えるだろうと。でもそこに行き着くためには、まあ、今親ガチャとかいう言葉もありますけども、もうその前のその頃ってのは本当の親ガチャどころじゃなかったわけですよ。もう生まれによって決まってた。でも今こそ生まれによって違いを決まってたことを打破できる時だと言って、高らかに声高らかに、とにかく天は不義を人に与えずして、これをその人の働きに与えるものなりと高らかと、宣言したわけであります。で、無学なる者は下人となるということをはっきりと言ってるわけです。で、一体どういうことを学べばいいのかと言って、で、結構辛辣に、まあ、実はここ1パラグラフ飛ばしてるんですけども、ただ単に、いわゆる和歌やそういうことだけを学んでればいいわけじゃない。実学、本当の意味で、役に立つ学びをしなさいと言ったのが、ここのところであります。この実学の定義っていうのは慶應義塾でも教員によって一人一人相当違います。サイエンスといって、実学といっても結局は球理学であって、根本的な学問で全てを元から分かっている学問だというのは慶應義塾の考えではあるんですが、その一方でやはりここに書いてあるところを見れば分かる通り、文字は分からなければいけない、手紙をしっかりと書けなければいけない、帳簿もしっかりとつけられなければいけない、数学もで算数もできなきゃいけない、天秤もできなきゃいけない。その上で地理学、球理学、歴史、経済学、それから、そういうものを修身学というのもありますね。修身学というのもあります。まあ、そういった西洋の学問で教養としても重要でもあるし、日々の生活にとっても重要なものをここで定義して、それをしっかりと学ぶべしということを言ったわけです。そしてそれをしっかりと学ぶ過程において、たまたま農民であればその農民として発展し、まあ公であれば公、いわゆる技術者とであれば技術者として発展し、商人としては商人として発展し、まあ、この間を飛び越えることもできる。でも職分をしっかりと、職分ですね、その仕事として一人として発展しなさいと、自分の身分ではなく職分、与えられた仕事を、自分の選んだ仕事を発展させるということに学問を使いなさいということを言ったわけです。で、まあ当然のことながら、まあ、ここの大切なことですね。文言とは
天の道理に基づき人の情けに従い他人の妨げをなさずして我が一心の自由を達することなり。要は自由を得るんだと。自由というのは人の邪魔をしない、人に悪影響を与えない。人の悪影響を与えないっていうのは、例えば自分が金持ちだから、酒を飲んで散々遊び狂っていいかというと、それは羨ましいと思って他の人たちもそのような行動に引きずり込むので、そういうことをするのは良くない。 ですから根本的に人の自由を妨げないんだけども、それと同時に手本とならなきゃいけないとここで言ってます。手本と ならなければいけないということは、慶應義塾の義塾の精神、公共を発展させる精神だということを言ってるわけです。で、自由独立のことは人の、一人個人個々のだけの問題ではないんだということも言ってます。個々の問題ではなく一国の問題でもあるということをはっきりと言ってます。で、その先飛ばしますけども、この下のところ、ここのところからですね、日本とても西洋諸国とても同じ天地の間にあり、つまり日本という国も他の西洋諸国も、西洋諸国その時は進んでると思われてました。でも独立した主権を持つ平等の国なんだということを主張しているわけですね。で、そういう意味では天理人道に従えて互いに交わりを結び、理のためには例えばアフリカの国土にも恐れ入り、道のためには、道のためには、正しい、道徳のためにはイギリス、アメリカの軍艦も恐れず、国の地力とありては日本国中の人民一人残らず命を捨てて国の意向を落とさざること、一国の自由独立と申すべきなり。ウクライナが戦い出した時に私はまずこの一文を思い出しました。それぐらいの気概を持って人権、主権、独立を守るんだということを、この時福沢諭吉は主張しているところであります。で、同じことの繰り返しなんですけども、一国の自由を妨げんとしたらもう、徹底的にそれに対して戦わなければいけないし、一身の自由、つまり個人の自由も妨げられるんであれば、政府や政治家に対してもしっかりと物申して発言して、それをはばかるに足らず、もう徹底的に意見していかなければいけないということが言ってます。で、おおよそ人たるものはそれぞれの身分あれば、またその身分に従い相応の最徳なかるべからず、身分というのはその時の職にやられた身分ということを言ってるわけですけども、そしてその職の中において自分の学問による自分の力をどんどん高めることによって身分がどんどん上がっていく、でもそれはみんなが上がっていくということになるわけですけども、それを、しっかりとやるようにということを、話しかけてるわけです。その一方で、およそ世の中に無知文盲の民ほど哀れ、つまり勉強しない人ほど哀れな人はいないと。そして憎むべきものはあらず、知恵がないときは恥を知らないのみならず、で自分がどん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 貧乏になっていき、そして止める人をもうまさに妬み、そしてそういう人たちは群れをなして、そして額もないまんま、力に任せて、国を悪い方向に持っていくということを言ってるわけですね。私欲のまたそういうその学びがないだけに限らず、たとえ学びがあったとしても私欲のためだけに、また行動すると、当然のことながら国も間違った方に行き、自分のお金を貯める一方で、そして貯める一方で私欲がある人は自分の子供にしっかり教えない、しっかり教えないから子供がしっかりと育たない、結局貯まったお金を子供が浪費して終わってしまうということを言っているわけです。言われれば当たり前のことですが、これを100年前、これが武士、下級武士ですけど、武士出身の福沢諭吉が士農工商すべての人に向かって言っているということであります。さらにそのような愚民を支配するには国はもう諭してもわからないので、武力というか警察というか、いわゆる権力で
押さえつけるしかなくなってしまい、今度は専制政治に走っていくということを言ってるわけですね。だから専制政治に走るということは、我々民の自由はどん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 失われていくということであり、まあ悪い方向に進むということを言ってるわけです。だからこそ今こそ学問を国民全員がしっかりと続けていかなきゃいけないということを言ったわけです。以上が一辺で、ここからは一気に一辺のことを繰り返していくことになるので、もう少しスピーディーにいきますけども、第二辺、人は同等なること、まあ、これはもうそこに言ってる通り、まあ、もうみんな同等だということを言ってるわけですね。だからもう天は体と心と働きをみんな平等に与えているんだということです。だからこの平等性を人力を持ってこれを害すわけじゃないと、しっかりとこの、権利を保ちなさい、権利道義っていう、これは英語で言う Right ですね。 Right、 権利道義、人権、人権をもう早々にここで、第2編で福沢諭吉は紹介するわけです。で、政府というのは悪人を制して善人を保護する、これがまあ基本的な役目なんだと。で、これをするためには、お金がいると。政府はお金を蓄える、お金を儲ける方法を知らない。だからちゃんと税金を払いなさいと。税金を払うんだけども、上に差し上げるんじゃなくて、税金をしっかりと払って、そしてしっかりと私たちを、国を治めてくださいねというのが政府と人民の約束なんだというふうにあるわけです。で、法治国家の大切さを徹底的にこの後、述べることになります。で、法を犯してはいけない。どんなにおかしいと思った法律も犯してはいけない。しかしおかしいと思ったらその法律を直してきなさい。そのために声を上げなさいということを強く言っています。でも法律を犯してはいけない。で、まあ、あとはここら辺しっかりと、勉強しなさいということをまた言ってるわけですね。さっき言ってることと同じです。勉強しないで子供ばかり甘やかしてると、よくないということを言ってるわけです。で、人民として暴政を避けたい、政治家、そして官僚による抑制を避けたいならば、ひたすら学問をしなさい、才徳を高くして政府と相対し、同意同等の地位をしっかりと得ていきなさいと、これが学問でありますということを言っています。第2編終わりました。第3編、今度は先ほどは人は同等であるけども、今度は国が同等であるということをもう一度言っています。一心独立し一国独立の国の部分です。貧富強弱のありさまは天から与えられたものではないと、決められたものじゃないと。で、個人がそうであると一緒のように一国もそうだと。だから西洋の国だけが偉いと進んでいると、別に、天が決めたわけではない。よって一心独立、個人の独立、一人一人の国民の独立が一国の独立につながるんだということで、一心独立して一国独立という福沢諭吉の我々がよく使う名言が出てきたわけであります。で、第1条第2条第3条なんですけど、独立の気力なき者は国を思うこと親切ならず、独立の気力がなければ国を思う気持ちもないんだと。だからしっかりと、国を独立するということのは自分の独立を得なさい。第2条、内にいて独立の地位を得ざる者は外にありて外国人に接するときは、または何か役人とかに接するときは、どうしてもその相手を恐れてしまう。なんか偉い人が来たって言って恐れてしまう。そして恐れたり、まあ、役人さんに対しても恐れたりすると、その権威をのぶそのに負けてしまうと、独立の気力がない人は必ず人に何か頼り出す。人に頼りなず のみならず、その人を恐れ
その人を恐れるあまりに今度はへつらい出す。ごまを吸ったり、なんとかその人に気に入られるように、するようになってしまう。で、そうしてやっていくと、それを繰り返しているうちに、何かそれが正しい世の渡り方だと勘違いしてしまい、それになり、その面の皮は鉄のごとくなりて、恥ずべきを恥じず、論ずべきを論ぜず、人さえ見ればただただ腰を屈するのみなり。これであってはいけないってことを言ってるわけですね。第三条、独立の規律なき者は人に支配して、さらには悪事を働き出す。だからもうこれ完全な悪循環だということを言ってるわけです。で、第4編、第5編はちょっと難しい章です。これは福田先生もこの中で学者宛に書いてるので、この2つの章は難しく書いてるというふうにおっしゃってます。ただ大切なことは、我が輩まず私立の地位を占め、国立ではなく私立、自分たちはプライベート、私立だ、国に頼らず、まず自分たちは国に対局する私立の地位を占め、学術を講じ、商売に従事し、法律を議論し、あるいは本を書き、新聞を出版するなどとして、要は国民たる文言をしっかりと、尽くすということを言うわけです。固く法を守りて、正しいことを行う私立としてということですね。で、旧弊を除きて、それまでにある封建制度を除いて、民権、人権を回復せんことが我々の務めだということを言ってるわけです。よって、国の文明は、神の征服、上の征服、政府より起こるもんじゃないと、トップダウンで起こるもんじゃないと、下、庶民より生ずべからず。民主主義ですね。民主主義の原点を福沢諭吉は説いているわけです。で、その中間よりと起きる。つまり、あまりにも勉強しない人たちはどうしようもないってことはもうすでに言ったんだけど、とりあえず地位的に上にいる人たちがトップダウンで行うんではない。その真ん中にいる自分たち正しき大衆、ミドルクラスというふうに彼は言ってますけど、ミドルクラスをもうちょっと違う言葉で言ってるのかな。ミッズルクラスと言ってますね。ミッズルクラスって言ってますね。でも結局、蒸気機関のワットとか鉄道のステファンソンとか、まあ、発明した人たちはみんな別にお上にいるわけでもなく、しっかりとエンジニアリングを行って、そして発明して、国を、また文明を高めていった人たちだということを言ってるわけです。で、その工夫発明、一人の心になれば、まあ、その時は、まあ、ワットを中心としてかもしれませんけど、一人が行って、それが公にして、実地に施すっていうのは、これは、産業界に広がるってことですね。産業界に広がるのであれば、これはまさに私立、民の力で行ってきたことであり、それがますます盛大にして、人民の幸せを万世に残していくということで、これにあたり政府の言い分は、ただそのことを妨げないことであるということを言ってるわけです。適宜、しかも妨げずにそれが適切に行われるようにすると。で、実心の向かうところを察して、これを保護するのが政府の役目だということを言ってるわけです。よって文明のことを行うものは私立の人民にしてと、この文明を守るのが政府の役割で、その国はそれを作っていくべきだということを言うわけです。そして、これは第4編と第5編一気に言っちゃいましたね。そして第6編では、国法の尊きを論じということで、先ほど言った通り、法律をしっかりと守りましょうということを言っています。で、私は結構すっ飛ばしてますけど、で同じことを福沢諭吉が繰り返す、福沢先生が繰り返して言っているように聞こえますが、実はこの間にさまざまな、それを分かりやすく説明するエピソードが出てきます。ですから、それを皆さん、本文を読んで、ぜひ、あ、こういうことを言ってたのねっていう、こういう例があるのねっていうエピソードを読んでください。国法の尊きを論じでは、ここでは忠臣蔵が
エピソードとして出てきます。皆さんよく知ってますね。赤穂の四十七士、吉良上野、浅野匠の神、赤穂藩士が吉良上野介之助によって、浅野匠の神が松の廊下で吉良上野介之助に切りかかっちゃうわけですね。そうすると、まあ、なんか上野吉良から意地悪をされて怒って切りかかっちゃったと。そうするとそんなことはしちゃいけないと言って、浅野匠の神は切腹を即時命じられて切腹をすることになるわけです。で、自分の主人を失った赤穂浪士たちはなんとかもうその主人への忠心、もう忠誠を誓って、そして吉良上野介之助を、討ち入りに入り、殺して、その後四十七士は、まあ、みんな切腹を命じられて、今高輪の泉岳寺にその墓があるわけです。で、死んだ主人に対して忠誠を誓って、まあ、美談として、歌舞伎とかの題名になって崇められてるわけですけど、福沢諭吉はこれはけしからんというわけです。法律によって切りかかっちゃいけないといったことに対して、法律に、まあ、切腹、まあ、一応それが正しかったことは置いといてってちゃんと書いてあります。でも自分たちの判断で吉良上野介之助を臨時、まあ、死刑ですよね、自分たちの刑で罰してその人を殺すっていうのは法治効果としてあってはいけないと。こんなことをすると全て、そのような方向で法治効果としてダメになる。そもそも47人みんなで1人を殺して、そしてみんなで切腹するなんてくだらないと。順番に1人ずつ行ってこれはおかしいことだったじゃないかと政府に訴えてみろ。最初の人は何を言うって言って打ち首に遭うかもしれない。次の人が言ったらまた打ち首に遭うかもしれない。でもそうやって訴えてって47人本当に打ち首に遭うだろうかと、どっかで、あ、おかしかったかもしれないと思ってくれたんじゃないかということを福沢諭吉は言ってるわけですね。正しく武力なしして法律に対して訴えて、そして法律を変えてきなさいということを、お上を変えてきなさいということを言ったわけです。まあ、こういうようなエピソードがたくさんあるんですね。で、まあ、第7編になると国民の処分を論ずということで、おおよそ国民たるは二か条の務めありということで、まあ、要は、まあ、ちゃんと税金を払いなさいとか、で、まあ、さっきの暴政を行うことがあるけど、暴政を行うときには、ここに書いてありますね。とにかく政府に対して志をくじけることなく、一切の武器を携えずに、片手の力を用いずに、暴力に訴えずに、ただただ正論を唱えて政府に迫れというのは、この6編を受けたものなんですけども、そういうことが7編で書いてあるわけです。で、第8編は終身論というところで、これも話すと長いんですけども、後でもしかして話すかもしれませんけど、まあ言ってることはここ、世の中に生まれた時には男も人なり女も人なり、で、要は男も女も効能は完全に同様だと。しかし違うことはある。男は強くて力が強くてよ、身分が強いんですよ、力が強くて女は力が弱いと。よって大の男が力を出したら女はかなわないんだ。そこだけの違いがある。力づてに男が女を言うことを聞かせるようなことはいけないんだと。で、そんなことを公の場でやったら、まあそもそも文句言われるんだから、それだったら家の中でも男女平等にしっかりと平和な家族を築きなさいと、男が妾を何人も抱えるような時代に、だったら女が何人もの男を、夫を抱えたらその女は何て言われるんだ。いきなり今の時代であその時代であっても非難されたの、完全に男女平等だって見てないじゃない。だったら男も妾を何人も抱えるのはやめなさいとか、
そういうことがここに書いてあります。で、また第9編になると中津の旧友に送る文というのが出てくるんですね。で、中津の旧友に送るところになるとまた福沢諭吉は非常に力が入るんですね。第1編と一緒で、でここで、有名な人間交際の仲間に入り、その交際の見つけての働きをしなさいと。人間交際っていうのは人間交際とも読むんですけども、福沢諭吉が社会、ソサエティ、英語のソサエティを訳した言葉であります。で、まあ、ここでいろいろ書いてありますけども、例えばすでに増加の手を持って九十九分の調理を成した者へって書いてありますけど、これ何言ってるかというと、まあ、人間なんていうものは地球の植物をちょっともらったり、石炭をちょっと使ったり、つまりもう天が用意したものの本当にちょっとだけを使って生活をしていると。だからほとんどのものが用意されている、ほとんどのものが用意されているところにおいて衣食住ある程度の家庭を築いたところで威張るんじゃありません。そんなものは、実は先代自分たちの前の人たちが文化として随分用意してきてくれたもんだ、畑も用意してきてくれたもんだ、それに今いる自分がちょっと手を加えて何か食べ物を得て家を建てて平和な家庭を築いたぐらいで満足しちゃいけないと。やらなきゃいけないことはさらに社会を発展するために努力しなきゃいけないんだ、そのために学ばなきゃいけないってことを言ってるわけです。それが第9編です。で、まあ、そこら辺のところがずっと書いてあるわけですね。だからみんな一緒に住む、人間はグループをみんなこうやってこうやって集まって、グループを、まあ、仲間として育つのはそれはもう当たり前なんだけども、それをどうやって実際に工業や、政治や法律というみんなが正しく活動するための社会システムをどうやって作っていくのか、これを人間交際のためのするものにしてって書いてあるけど、ただ単に知り合い同士が飲み会のために会うのが人間交際じゃないんです。知らない人同士も国の異なる人同士もどうやってつながって正しい平和な発展する社会を作るか、社会を作るか、でその時に人間とわざとつけたのは私の解釈では、そうは言っても人間による好き嫌いとかいろいろあるわけですね。ウクライナとロシアであれば、30何年前ソビエトが崩壊した時に最初に独立しちゃったのはウクライナです。それに対する妬みもあるのかもしれない。でもその前からもうウクライナは、ロシア畑として、ウクライナ人たちがあれは1830何年ですかね、ウクライナ人は自分たちで作ったのあのあの作物を全部ロシア人に取られちゃって、そしてウクライナ人は餓死している。もうロシアとウクライナの間で人間的な意味でさまざまなある意味での軋轢があったと。それがどうやって直していくのか、人間同士のそういう軋轢も含めてどうやって直していくのかという意味で、ただの社会と訳さずに人間交際というふうに訳していったというのが私の考え方であり、それに賛同してくれる人も結構いるわけであります。ということで、理工学部の人たちにとっては世の中のありさまはさらに進み、西洋諸国日進の勢いを見るに、西洋諸国がもう毎日毎日新しいことをやっていく、電信、蒸気、またガス、さまざまな機械によってどんどん文明が進歩していくと、でそして人知も人の考え方もどん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 広がってき、交際いよいよ広ければ人情いよいよ和らぎ、万国広報の説に権を得て、しっかりとした外交を行っていけば戦争を起こすことも軽率ならず、しっかりと交際をして外交を行っていったら戦争も起こすことない、でそのために学問はあるんだと、法律も作る、社会科学も勉強する、で、人間お互いに話し合うためには文学も必要でしょう、音楽も必要でしょう、芸術文明も必要でしょう、その中においてしっかりとした、外交も行い、
人間同士のいわゆる付き合いも行いながら、それによって戦争を起こさない世の中を作っていこうということを言ってるわけです。もう一つ、言ってることは、これ日清の勢いを見るに、今もそうですよね。テクノロジーがものすごい勢いで進んでます。だから今日学んだことが、また半年後には学び直さなければいけないということになるわけですよね。その学び続ける力をどうやって作るかというのが、実は我々大学に今問われているところでもあるわけです。ですね。そして、ここら辺はまた同じことの繰り返しです。人たるものは、とにかくただ満足しちゃいけないと。とにかく、学問に入ったんだったら大いに学問しなさいと。農業に入ったんだったらもう大きな農家になることを目指しなさいと。商業ビジネスをやるんだったら大きな商売をやることを目指しなさい。つまり学者であったら、ちょっと自分の興味だけで好きなことをやるんじゃなくて、大きなサイエンス、大きな学問を成し遂げることを目指しなさいということを、福沢諭吉は言ってるわけです。でその時において、まあ学者だったら場合によっては、西洋料理とかに憧れることもなく、要はその時の麦飯と麦ご飯と味噌汁をすすってるだけでも学問はできるんだということを彼は言ってるわけであります。で第10編な11編になると、名分をもって義君子生ずるの論、名分上下貴賤の違いを言ってます。でここでは何かというと、まあなんていうのかな、人の付き合い、政府の付き合い、つまり上にいる人っていうのは何か知らないけど、自分たちは家族であって、自分上にいる人は自分がまるで親のようなことを言って、下の人にこのように従いなさいと言う。でも社会において本当の付き合いってのは家庭とは全然違うんだと。家庭とは全然違うのに、あたかも自分が親だから何でも言うこと聞けというのは間違いだと福沢先生は言ってるわけです。だからもともとそういう違いがあるんじゃないんだと。名分ってのは上下貴賤の違い、親と子の違いのようなものは、まあ親と子の違いも福沢先生は子供の子供の時だけを言ってます。ある年になったら子供は独立して立派な大人として扱いなさいと言ってます。でも子供の時はやはり親の言うことを従っていかなきゃいけない。親は子供のことを考えて、後で出てきますけど、世話といって保護してあげながら過保護じゃないんだけども、しっかりと命令もして正しい道に導いてあげなさいということを言ってます。で例えばですね、まあこれまた例え話です。あるちっちゃなお店で主が番頭にお金をちゃんと帳簿につけなさいと言って、それで番頭がお金をちょっと自分の懐に入れちゃったと。何やるんだと。怒るだけじゃダメです。あなたは親子じゃないんです。番頭が困らないようにしっかりと給料を出していれば、そういうことは番頭はしませんよと。だから、親とこのように子供なんだから黙ってろというような感じで、しっかりとした給料も出さずに言うことを聞けということを言ってたら、そんなことでは社会は成立しませんよということを書くは、旦那の不良権と言うべきなりというような例が出てます。今給料が日本で上がらない、でもしっかり働けと言われてます。まあなんかこの頃から同じことを言ってるというか、福沢先生はよくに特にこの時代にそういうことを言うっていうのは相当進歩的であったわけですね。でまたもう一つの例では、正直な役人がいて賄賂ももらわない、しっかりときれいに物事を収めてる、そうするとその役人、あれはあの役人さんは立派だと褒められたりすると。でもそんなの当たり前のことだろうと。それ以外の役人がいけないんであって、その横に役人が褒められるもんじゃないんだと。当たり前の役人なんだと。なんでそういうふうに それ以外の悪い役人がダメだと言われないんだと。つまり当たり前のことをやるというふうに、格別に正しいことをやると、それ以外の人が正しくないんで格別に目立つまでのことであって、当たり前のことをやる。で、名分、身分の違い、こ
これはもう勝手にそれぞれが思い込んでる間違いで、自分は上だと思い込んでて、それが一番の間違いだと。名分と職分とは文字こそ似てるけども、その周囲は全く別物だと。職分というのは自分の仕事をしっかりと学問に基づき進めていって、その職業をしっかりとやっていた過程において皆から尊敬されて地位が上がっていって、お金も入っていくということであって、それは最終的には名分につながるかもしれないけど、名分が先にあるんじゃないんだということを福田先生は随分言ってるわけです。第12編、私が今行っているのはスピーチです。それまで全部本に書いて本を読みなさいっていうのが当たり前だったんだけど、スピーチの方がたくさん本を、まあ実際に私これ一冊の本をこのわずかの時間のスピーチで全部伝えようと私はしてるわけですよね。でスピーチの方が伝わる時もあると。でスピーチが良ければ本も読むということをちゃんと言ってるわけです。で、まあそうであってほしいですね、今日のスピーチが。で、それから人の見識とか、まあまあ人の見識っていうのは、まあまあ、さっきから言ってる名分と職と一緒ですね。あともう一つ、これ第13編では遠謀は人間に害にあらず。もう遠謀、つまり妬みですね。妬みほど良くないことはないということを言ってるわけです。人がなんかいい地位につくことを羨まし、妬む、これほど害があるものはない。鈍吝、貪欲でケチ、奢侈、贅沢、誹謗、間違ったことを言うとか人を傷つける、まあ、これは良くないけども、大体 2人のどっちかがどっちかを誹謗したりすると、よくよく聞いてみると、まあ、誹謗された方に分があることもあるから、ちょっとこれはよく見てみなきゃいけないんだと。で、良くないけども、でも遠謀、妬みほどひどいものはないと。妬みだけは絶対なくしましょうということを言ってるわけです。なんかもう妬んで誰かを殺すというようなことを言い出す人がいる。でもその殺すと言ってる人と殺される人を2日間同じ部屋に閉じ込めて話させてみたら、意外と殺すことをやめるということもよくあるんだと。だからそれぐらいのことをやってみろということですね。政治家とかでもよくありますよね。あれ、彼と彼は馬が合わない、彼と彼女は馬が合わない、こういうことがあったからずっと反りが合わない、国民のためにそういうことはやめてほしいというような話と同じであります。第14編、あとちょっとです。で、神事の棚卸し、まあ、要は福沢先生は、人間っていうのは心に思うよりも案外に悪いことをしてしまうんだと、自分も含めて。で、心に思うよりも案外に間違ったことを働いてしまうんだと。まずだから人間、自分一人一人は正しいと思わずにそれを認めるんだと。だからここら辺になってくると、なんかキリスト教的になってくるわけですが、仏教もそうですね。自分のは足りない人間だということを、でもう相当なことを成し遂げてるつもりでも案外そんなことは成し遂げてないんだ。だから定期的に棚卸しをして、自分が正しいことを知ってるんだろうか、本当にやりたいことは何だろうかということを、チェックしなさいというのが第14編です。で、世話の字の義ってありますけど、さっき親の務めもありますけど、世話というのは一は保護、ただもう過保護にならないで、もう一つはしっかりとこうした方がいいんじゃないかというサジェスチョンしなさいということを言っています。ですね、はい。で、第15編、まあ、あとは物事をすべて疑いの目を持って批判的に見なさいということですね。批判的に見なさいと。昨日の初心は今日の間違っていることになるかもしれないということで、常に批判的に見て、オープンマインドで見て、学者として学びなさいと。まあ、やっと最後のページに来ました。第16編、手近く独立を守ること。独立には2つの種類があります。有形なもの、例えば家などそういうのをしっかりと、お金なんかも蓄える、仕事をしっかりとして独立するということと、精神的に独立すると、この2つが大切で、神事の働きと相当すべきの論ということで、これは何かというと議論と実業、これは何かというと、議論というのはこれ今でいう理論ですね。こうすればいいということを言うのは易し、
実業、それを実践するのは難しい。こうすればいいんじゃないかと。評論家はたくさんいるけども、それを実際に実践しなさいということを言うわけです。そして実践をするためには、もうやりたいことはたくさんあるんだけども、取捨選択をしなきゃいけないと。軽症を捨てて重大なものをやりなさいということですね。学問においても大きなことを目指しなさいということで、そのためには軽症を捨てていきなさいと。で、人の信じは高尚をならざるべからず。つまり、志が高ければ高いものが得られるんだけども、元から別に高尚な人なんていないんだと。高尚であれば、志が高ければ、働きもまた高尚になっていくということを言ってるわけです。そして第17編では人望論といって、まあ、心身の働き、まあ、要は人望が大切だと、言葉遣いが大切であるし、その人の印象も大切であると、第2、印象も大切だし、そして友達の多さ、第3、友達の多さも大切だということを言ってるわけです。はい、以上でまとめに入ります。学問の勧めのまとめ。人は皆生まれながら平等である。今はですね、平等であることに加えて、これはイクアリティというんですけども、イクイティというのも大切になってきますよね。まあ、これはまたちょっと話し合い、横にずらします、ずれるので、ここは言わないでおきますけど、少なくともこの時代に平等であると言ったことがすごいことであるわけです。で、学問によって個人が独立し、国家が独立します。学問によって職分が全うでき、その結果として名分がついてくる。名分が先にあるわけじゃない。良い家庭、良い生活のみに満足をせず、常に社会を良くする努力をしなさい。そのために学び続けることが必要。そして世の動きは早い。よって、あ、これ早いはちょっと字が違いですね。スピーディーですね。これは朝が早いの方になっちゃいましたけど、スピーディーですね。よって人は常に学び続けなければいけない。一般市民として民、私立として国の発展に支えよう、国の発展を支えよう。法律を守れ、法律を改良せよ。身分の平等に加えてジェンダーや人種の平等を実践せよ。他人の妨げをせず、天の道理に基づき、人の情に従い、一心の自由を得て、人間交際に励め、活発なる最地の働きと正直なる本心の特技と思って人望を得よというのが、福沢先生の、この学問の勧めの私なりのまとめであります。興味を持ってくれた人は、青空文庫で行くと、いわゆる著作権が切れているので、ネットで全て読めます。ただ現代語訳は斉藤隆さん、伊藤正夫さん、もうさまざまな人が現代語を訳しているので、それを購入して読みながら、原本を並べて読むことを私としては勧めます。で、ここからあと何分ほどですかね、1時間の講演で残り、10分ほどになりました。ここでちょっともう一つ、こちらに行きましょう。これをシェアしていきたいと思います。で、現代版に行かなきゃいけないですよね。現代版に行かないと約束は果たせません。ちょっとごめんなさい。現代版を簡単に10分で行きます。その後、質疑応答を徹底にした方が、おそらく、ズームに行かなきゃいけない。ズームに行って、そして画面の共有をして、そして、ここで見えますかね。はい。まあ、慶應義塾の目的は単に一種の学塾として自らを甘えず、それを飛ばして、全社会の先導者となることを欲するものであるということで、我々は全社会の先導者を目指している。そのために学び続けなければいけない。どういう学びをするべきかということが、あるわけです。で、これ一部のもう何人か顔見たことがある人たちにはもう話したことがあることですけども、例えばコロナの時、
私はですね、2021年4月26日のこの朝日新聞を読んで、まさにコロナが始まったばかりですよね。この藤原さんという京都大学の、人文学者が言ったことはびっくりしました。人文地軽視の政権は失敗する。歴史の地は今、このコロナは長期戦になると言ってる。もう歴史的にこれはこの長期戦になるんだということを言ってるわけですね。で、政治家たちはなんか早く終わる、今の公衆衛生を持ってすればなんとかなると思ってるけど、そんなことはない。人文地がもうそれがこれは長期戦になるということを歴史家は我々は知ってるんだ。それを軽視するような政権は失敗するというものすごい文章を出したんですね。でこれはで実際にそうなったわけですね。でもうスペイン風邪とかの、つまりその時に藤原さん生きてたわけじゃないんですけど、人間の経験としての歴史がこういうことをしなさいって言ってるんだから、こういうことをしなさいってことをしっかりと提言してるわけです。感染症の日本史というのを書いた、磯田先生もそうでした。英雄たちの選択とかでテレビに出てくる先生ですけども、この人は慶應義塾で学び、慶應義塾の早見先生っていう先生がスペイン風邪を徹底的に慶應で研究してたんですね。でもうこの磯田さんが波状攻撃でやってくる。波状攻撃って言われてもピントその時は来なかったんですけど、今分かりますよね。第1波、第2波、第3波、第4波と来る。でそれに対してこういう対処をしなきゃいけないんだと。それをちゃんと国はやってませんでした。それさえやればなんとかなるということを言ってたことをやはりやりませんでした。ですから、まあ、こういう、歴史学、その歴史学の知識を必要な時に瞬発的に提案として出す力っていうのは極めて大切なわけですよね。あと、私が最近読んだ本で、サピエンス全史を書いたユバル・ノラ・ハラリさん、これはですね、私の妻の勧めで読んだんですけども、2018年に書いた本です。彼も歴史学者であります。ハラリ氏の忠告といって、もこの時点で、今から4年前の時点で三大危機は核戦争であり、地球環境破壊であり、インフォメーションテクノロジーの暴走だというふうに言ってました。でもうここにもうロシアとウクライナのことが散々書かれてます。この本をまともに受け止めていればよかったのかもしれないし、この本の内容も理解した上でアメリカや EU は今の行動を取ったのかもしれません。それは全く私には分かりません。でもしっかりと、その辺のことが書いてあるわけです。で、特にテクノロジーに関してはこのハラリさんは、AI ですね、まあここら辺全部飛ばしますけども、まあここら辺理系の人が多いので、説明するともう分かりますけども、例えば Google マップで私が日吉から三田に行きます。今 Google マップ調べれば出てきて、次を右に曲がれ、次を左に曲がれって言ってくれます。私の学生の時はナビも、Google マップもありませんでした。だからみんなでここを左曲がった方が渋滞が回避できるとか、いろいろな道を探し出してやってきたわけです。まあまだ道なら Google マップを信じてもいいでしょう。でもこれが例えば Google 検索をして自分で検索をしているうちに、自分の検索の履歴が全て AI で学習されて、この人はこういう思考だから、じゃあ検索結果はこの人の思考に合わせてこういうのを出そうと、この人は共和党だ、この人は民主党だ、だったら共和党寄りの検索結果をどんどん出そうと、右寄りの、この人は特に右寄りだ、じゃあどん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 右寄りの極端な結果を出そうというと、人々は右と左完全に分断されていくわけです。しかも右と左という定義ではなく、学ぶ人と学ばない人とか、いろいろな形で分断されていくわけです。そして、自分で決めてると思っても全く実は自分で決めてないことになるわけですね。そういう社会をどうやって我々技術者と、それから文明、いわゆる法律家、それから社会科学者が一緒に作っていくのか、
いうことが大きな問題になるわけです。例えばある人がこういう目画面を見さ、これこういう画面をある人が見せ、あのこれを見てくださいって言って、この人間の表情を見たとしますね。でその時の反応を MRI によって解析して、この MRI の解析だけからこういう画像を見てたっていうことが今もう推測できるまで脳科学が発達してきたわけですね。そうすると脳科学によって何を考えてるのか、何を見てるのかってことも脳科学の反応を見る、例えばちっちゃいセンサーを頭につけてるだけで、それが分かるようになってくる時代になってきてるわけです。じゃあこの時代に対して自分が何を考えてるのか、例えば北朝鮮においてキム総書記万歳って言っても、なんかセンサーがあって、あの人は万歳って言ってないって言って、いきなりその人が牢屋に入れられるということだってあり得ることになってるわけですね。そういう社会をどうやって前向きに我々が作っていくか、あとはまあゲノム編集ですよね。ゲノムが分析できるのみならず、ゲノムが編集できて、その編集によって背の高い人、足の速い人、まあ一般的に言う頭のいい、記憶力のいい人とか、もし作れるようになっていったときに、金持ちだけはそれができて、そうじゃない人ができないとかいう分断があったときに、それをどうしていくのか、それをどうやって法律によって制限していくか、で我々技術者たち科学者たちはそれをどうやって対応していくのか、好奇心だけでそれを進めていっていいのか、大志、大きい志を持ってそれをどう進めていくということが今求められているわけであります。でその中において台湾のデジタル大臣とかはこういうデバイスを正しい民主主義に使えるんじゃないかと言っているような本も出しているんです。ですからテクノロジーをどうやって正しい民主主義、どういうふうに正しい社会の発展に持っていくか、これ非常に前向きでいいことですよね。それをやっていかないと、まあ、我々は逃げ切る、50歳半ばの人たちは逃げ切れたとしても、皆さん20歳ぐらいの人たちっていうのは50年後の社会を今の政治家任せにして作っていったがために、50年後にこんなはずじゃなかったっていうのは絶対あってはならないことなので、皆さんが一緒に作っていってくださいということになるわけです。まあ、約束の時間になってきました。ウクライナ危機、皆さんもう知っての通りです。ちょっと、飛ばしますね。さっき終身要領と慶応義塾の終身要領がありましたけども、この終身要領、ここで一番言ってたことは何かというと、これ福沢諭吉が慶応義塾の仲間たちが1900年に出したものなんですね。1900年、日露戦争の寸前です。天皇陛下はシンボルとして政治に参加せず、男女はみんな病犬だと、民主主義に基づいて全てを決めていくことをやりましょうと言って、これは発行禁止になりました。でこのまま軍国主義がいったら大変なことになると言って、福沢先生はこの時、福沢先生が亡くなるのは1901年、この翌年なんですけど、もう慶応義塾を売り払って、慶応義塾を辞めて、この終身要領だけを日本の全員に配って民主主義を取り戻して、日本の暴走を抑えようと言って、先生それダメですって言って、福沢諭吉を囲む慶応義塾の人たちがそれをやめさせた。まあ当然この終身要領に対抗するのは教育勅語というものであって、まあ要は皇室典範にのっとりとか、天皇の下でみんな一致団結してやると書いてあることは、中身としては、父母に孝行を尽くして兄弟仲良くとか、夫婦仲つむぎ合いとか書いてあるんですけども、でも実際には皇室典範に従い、皇室の大義に効果、皇室国家のために尽くせと言って、まあ、その、やり方が進んでいった。それが、まあ、日露戦争は勝ったわけですけど、第一次世界大戦には日本は参戦しなかったんだけども、その中で軍国主義、もう国際連盟から脱退して、そのまま、まあ、もちろん
さまざまな形で ABCD 包囲網みたいな形で日本は包囲されて、もう動けなくなったんだけども、でもそういうか結果的には民主主義というものはなかなかその時はなかった、まあ、そんなようなことを実は、ケース論ということでそのようなことを福沢諭吉も、皇室は国民の春であるというようなことを書いたわけですね。春である、つまり本当に大切なもんなんだ、でも新聞なんですよね、まあ、そんなようなことも、書き、実はこの提出論を今の上皇様、上皇様ですね、かつての平成天皇がこの提出論を、慶應義塾の前の塾長の小泉進三先生と一緒に学んだっていうのもしっかりとした記録に残ってるわけです。で、慶應義塾には三田演説館があります。これは1875年ですね。私打ち間違いですね。1875年に建てられて、これが唯一福沢先生が見た建物として慶應義塾に残っているものです、重要文化財です。1875年ですね。で、ここで帝国議会ができる前から民主主義に基づく議会を開いて、立憲、まあ、要は、政党政治に基づく日本の、国会を作ろうということで、この中で犬飼剛とか、将来の日本を支える人たちが、模擬議会、模擬国会を開いて練習をしてたんですね。まあ、そういうようなことをしてたんだから、もう一度これから日本が慶應義塾が世界のためにやらなきゃいけないことを、考えようということで2022年塾生会議というのをこの度立ち上げることにしました。これはもうすでに応募期間終わったんですけども、120名の、学生を集めて、今年から来年にかけて、しっかりとみんなで議論して、来年にはここの建物の1月には学生たちが、模擬会の人たちが、塾長に対して、まあ、例えば50の提案を出してもらう。で、その中で慶應義塾がやるべきことをやっていこうというのことをやってます。これはですね、慶應義塾大学の自然科学研究教育センターの人たちを中心として SDGs で有名な蟹江先生とか、またクローズアップ現代やなんかで有名な国谷さんとかもスーパーバイザーに迎えて、こういうような会議が開かれていきます。ということで、まあ、私の講演はここで終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。伊藤塾長、どうもありがとうございました。すごく情熱的に話を聞かせていただいて、皆様何か感じたものがあるかと思いますが、ウェビナーの方でですね、実は100人超える方が参加していただいてます。ただちょっと質問はウェビナーの方は受けられませんので、会場から受けたいと思います。ぜひ積極的にご質問いただければと思いますが、手を挙げていただけますか。ちょっとマイク持ってきますので、マイクを使ってご発言ください。はい、お願いします。もしよろしければ、所属と名前ぐらい簡単に言っていただけるというふうに思います。大変な貴重なお話ありがとうございました。学問のすべ大変読みたくなりました。自由についての質問をさせていただきたいんですけども、今回例えば自由を守るっていうことの重要性であったり、おかしいと思ったこと、これに関して行動を起こす重要性についてお話しいただいたんですが、私が最近思ったこととして、今のままでいることによって生じる圧力もあれば、何かを変えることによって生じる圧力もあるなというふうに思っていまして、でも全体としてその自由であったり高揚っていうものを大きくできるとしても、一部のステークホルダーに関しては何かしらの圧力が出るということを僕はたまに思っていまして、その結果動けないとか非常に迷うということがよくあります。福
福沢先生はそういった板挟みに関して何か言及されていることありますでしょうか。あるいは先生のご経験の中でもそういったことがありましたらご教示いただきたいです。福沢先生は、はい、この学問の勧めで、はい、相当はっきりと全てを白黒はっきりさせて発言してます、はい、記してます。でこれは今の我々だとこういう考え方もあるしこういう考え方もあるしでもこういう場合もあるんですけどこれがいいと思いますみたいなお茶を濁して言うことが多いんですけど、正しいことを主張するためにそのあるグループからは批判されることを覚悟してはっきりと発言してますね。でもそれは確信犯であるわけですよね。でその中において例えば福田先生は、アメリカ西洋かぶれだといって命を狙われるような立場になったこともあるわけですよね。ですからそういうことも福沢先生に関しては天は剣より強しということで常に一番そのみんなにやってほしいことをすっぱりと極端に本当はもうちょっと真ん中に変えた方がいいと思ってもすっぱりと書いてるというところがあります。ただ本をたくさん福沢先生の本を読んでいくと実学実学って例えば言ってたとしても学者飼い殺しの論って言って例えばもう本当に役に立たないと人々が言うような学者たちも、集めて大学の中で好き勝手に好きな学問だけやってもらって実はそこから出てくるものが多いんだというような文章も残してますし、ですからその本その本で目的がはっきりしているというのが私の印象ですね。はい、ありがとうございます。よろしいですか。はい、他にいかがでしょうか。あ、貴重な講演ありがとうございました。学問の進めの中でその一心が独立してなんか国家が独立するみたいなことをなんか福田先生言われていたと思うんですけど、そもそも国とか社会のためにまあ、戦争の時にはなんか身を投げ打ってまでなんか国を守ったりとか、まあ、必死に勉強して、まあ、日本を発展させたりとか、 なんかそもそもそういうことを、まあ、なんかどうして、まあ、我々っていうのはなんかしていかなければならないのかっていうのが少し気になったんですけど。あ、いい質問ですね、はいはい、それについてちょっと伊藤先生のお話をお伺いしています。これはねとてもいい質問なんですよ。で、まあ、要はさっきあったように今我々の平和なそして今日みたいにね楽しく話ができる環境っていうのはいきなり我々が作ったわけじゃない降ってきたわけじゃなくてないろんな人の努力によってまた自然の恵みによってこうなってるっていうのがまず福沢先生の話であって、それにやはりプラスアルファちょっとずつ加えていこうっていうのが考え方で、それをやる人だからこそそれをやりたい人を慶応義塾に集まれって言ってるんですよね。だから順番としてはまあ、でそれをみんなやりましょうって言って諭してる。なんでそれに対してさらにどうしてそれをやらなきゃいけないかっていうふうに言うと、特に君の場合理工系だから理工系で技術ってのは今そのままで終わっちゃうと必ずその上は例えば車も今の時点で開発を止めちゃうと他の会社はもっとエネルギー効率がいいとかもっとそのエコな車とか出してくるわけですね。そしたら今の車も売れなくなりますよね。だから良い意味での進歩を止めちゃいけないんですよ。でそれってのは技術だけじゃなくて生活とか法律とか芸術とか全てにおいて言えることであって、それはそのなんて永遠に経済を良くするってことでもないかもしれないけども、やはり例えば今資源が限られてきていたら例えば資源を我慢してでも地球環境を守りながらみんなが保たれるように努力しましょうっていうのもそれは議論ですよね。でそれは君だけに限らず、君がもし将来家族を持って子供が生まれて孫も生まれて、もしかして君の場合ひ孫まで見るかもしれない。そのひ孫たちがみんな平和に豊かに安全に暮らしていくための社会を作っていくための工夫をしましょうって言ってるようなことなんですよ。でその工夫をしないである時ひどい
例えば世の中になってっちゃった時にこんなはずじゃなかったと後悔するだけ良くないですよってことを言ってるわけですよね。だから全部与えられるものじゃないんで、その工夫を自分の意識を持ってやっていきましょうっていう。だからまあ一番のモチベーションは自分たちの子供とかみんなが平和に安全に暮らす社会を作っていこうと、それそこにもう一点集中してもいいのかもしれません。だったらちょっと頑張れる気しますか。だったらもうちょっと頑張れる気しますか。あ、そうですね。やりがいが出る。なんかやりがい、その理由、目的を教えてくれっていう質問なので、いいですか。はい。今日は実感しないかもしれないけど、後でしまったと思ったら大変なことになるので、それを今のうちにちょっと、あ、そうなんだと思ったけど違うなって感じです。はい。ありがとうございました。よろしいですか。ありがとうございます。はい、他にお願いします。あ、講演ありがとうございました。僕は経済学部なんですけど、理系の学問にも興味が出てきて、で、まあ、学問の進めにも、なんかそうです、独立して実践を持って学ぼうみたいなことが書いてあったと思うんですけど、やっぱり今の大学の仕組みだと、なんだろう、単位とかの関係で完全に好きなようには学べないというか、自分のやりたいようにやれない部分も大きいと思ってて、まあ、国立の大学であればそういう国からの指導要領とかがあってそれに乗っ取らなきゃいけないのかもしれないけど、私立だったら多少融通は効くのかなと思ってて、もっとなんていうんだろう、学生の学びたいように自分の好きなことっていうか、まあ、それが引いては社会の利益につながると思うんですけど、その突き詰められるような仕組みにはできないんでしょうか。あ、いい質問ですね。というかそれは質問というか要望ですよね。質問じゃなくて要望ですよね。最後急に質問だとびっくりしちゃったんだけど。すみません。いや、いい要望だと思います。例えば慶応義塾であれば SFC は比較的総合政策学部、環境情報学部は結構そこは自由が利くカリキュラムになってるわけですよね。で、それに対して例えば経済学部、そして理工学部っていうのはもう比較的しっかりと必修が決まっていて、特に理工学部は138単位を、大体大学ってのは120単位取れば、最低取れば卒業できるっていうのは文科省の規定なんですけども、138単位を取らなきゃいけないということをやっていて、でその中において、まあ、我々はそれ経験的にそれが一番いいだろうと我々の経験に基づいて築き上げてきたことなんですけど、でもその経験がこれからの社会の君たちにとって一番いいかどうかっていうのは定かじゃないわけですよ。で、それだからこそ諸君が質問じゃなくてそういうことを要望としてまとめてほしいっていうことですよね。で、それは、これこういうことを私はあまり言うとね、また なんでそんなこと言ったんだっていうんで絶対怒られんで、耳を塞いでほしいんですけど、皆さん熟成代表って選んでますよね。投票して選んでるでしょ。で、熟成代表ってのはちゃんと学生自治体が自治会があるわけですよね。で、自治会ってのは皆さん自治会費払ってるんですよ。で、学生自治で皆さんは自治をやってるはずなんですよ。で、その自治の中で要望をしっかりとまとめて学生自治会としてこういうカリキュラムを例えば経済学部の場合は考えてほしいとか、そういうのを まとめる自治はちゃんとあるわけですよ。知らなかったです。だからそういうその仕組みもちゃんと用意されてて、実はそれがその昔の学生運動とかにで我々はもうずっと責められる側になって、まあ、大変な目に遭うから、だから なんでその責められる側の人がそういうこと言うのかっていうふうに言われるので耳をつぶってくださいって言ったんだけど、でも君たちはちゃんと権利があるわけなので、だからその権利をしっかりと行使して自分たちの将来に向けたこういうことを考えたらどうだかってことをやはり形としてまとめてくれると私としては非常に頼もしいというふうに思ってます。ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございます。ちょっとそこに、はい、お願いします。 ありがとうございます。どうしてもちょっと、自分は大学教育
をもっとよくできないかみたいなのにすごい興味があって、どうしても塾長と話してみたかったので文系なんですけど今日参加させていただきました。で、これもちょっと要望みたいな話になっちゃうかもしれない。完全な要望でいいですよないんですけど、ちょっと長くなるかもしれないんですけど、まずもともと自分はでもじゃあ2分ぐらいで攻めて押さえてね、大変大スピーチになったら他の質問ができる分かりました、ありがとうございます。スピーチの基本はある程度まとめることなんで。分かりました、はい、そもそも3つその疑問というか、はい、ちょっと感じたことがあって、まず1個はそもそも大学がやっぱりなんか遊ぶところっていうイメージができちゃってる。でなんか授業をまあそんなにちゃんと受けないとかっていうのが、まあ、学生の主観としてあるなっていうのが、まあ、1個感じていた、はい、その不満というかこれでいいのかみたいなところ で、はい、でもう1つがさっき議論と実業っていう話があったと思うんですけど、はい、自分は例えば今国際政治学とかに興味があって、はい、授業その、まあ、社会を良くしたいっていう思いもあって授業を受けてるんですけど、授業を受けるだけだとその先に自分が何ができるのかわからない、結局実践で何ができるのかわからないなっていう不安があって、でもう一つ三つ目が、実社会について学ぶ機会がないなって思って、その授業を受けててめちゃくちゃ思うのは、実社会を理解する理論とかは教えてもらうんですけど、そもそもその理論を生かす実社会について学んだり興味を持てる機会がないなって思って、なんかこの3つが、今の授業に対して感じていたその疑問みたいなところだったんですけど、でもこれがさっき聞いてた話で塾生会議っていうのをやられるっていうところで、これはすごい解決策として、あ、全部解決してるなって個人的に思ってたんですけど、じゃあその先でその塾生会議ってまた授業と別のイベントだと思うんですけど、その授業自体も良くしていくだとか、その塾生会議って要は、あ、じゃあちょっとここで切っていいですか、はい、1,2,3 について答えるのでいいですかね、はい、いいですかね、はい、まあ、一番目はちょっと我々の問題なのか、はい、我々の授業はつまんないからみんな遊んじゃうのかちょっと分かんないので、一番目は置いといて、でその2番目 の、 そのいわゆる実践するってことですよね、理論ばかりでっていうことと、それから3つ目も関わってくるんですけども、今例えば昔とは違ってインターネットとかでも情報があふれかえってるわけですね。それから実際に実践っていった時には、大学で働いてもらうってのはなかなか難しいので、であなたスタートアップやりましょうっていうスタートアップの授業だけやるのも実はそれは大学としては正しくないので、そこら辺というのは例えば余分の時間がしっかりとあれば、例えばクラブ活動に使っている時間をそういうものに使ってどっかの会社でしっかりと働いてみて、働いてみる中において、ああこういう法律がやっぱり必要なんだなと思って、でもその法律を理解する力っていうのは大学で学んでいることによって、あ、ここで言ってるこの先生の言ってることはこういうことなんだと結びつけていく。また数学なんかでも、例えばプログラミングなんかをしてても基本的なその数学が必要であって、でもそこのところの数学の使い方とかも基本的には、あ、こういう学問を我々してきたからこれが使えるんだなってことが分かっていく。つまり実践と理論ってあったときに、理論は基本的に大学で教えるんだけども、実践っていうのまで全部大学が手を出すことはできないので、それは自分の時間の中でやっていくっていうのが流れなわけですよね。なんでその時にもう一度学校に戻って実践と、あ、またあとインターネットにもいろんな情報があふれてるので、それを理解しようと思った時にもまた理論が必要なわけですよ。例えば何か戊辰戦争でどの頃だとかで、この時言ったって それ理解できなきゃいけないし、あと例えばゲノム編集が大変だってことになったって、でゲノム編集で新しい会社を立ち上げようって言ってもゲノム編集を理解しなければいけないし、全てはその結構実は大学で学んでることを組み合わせるその力が必要になってくるわけですよね。なんで実践の場まで全部大学が提供するっていうのは無理なし、それは目的じゃないんだけど、その一方で勉強する時間でも時間が使えなくないほどキャリキュラムをいっぱいにしちゃったら、それ実践をする場がないですよね。で課外活動ができる時間を取るようなカリキュラムにしていくっていうことになってるんだと思う。だから授業に関しては実践をしてみて、でもこの先生の法律の授業やっぱりもうちょっとここら辺までしっかりと教えてほしいとか、あとこういう授業も欲しいという
理論の面でね、いろいろ言ったり、こういうカリキュラムにしてほしいってことは非常に有意義な提案なんでしてほしいんだけども、その実践まで全部やるってことになると学費をあと200万円ずつ払ってもらわないとできないな、100万円の学費じゃできないなってことですね。ありがとうございます。そう、よろしいですか。いいかな。まだいっぱい、じゃあそちらから2人3、4。本日は貴重なご講演ありがとうございました。学問の勧めで何事に対してもクリティカルシンキングじゃないですけど批判的に見ることが大切 と福沢先生がおっしゃってたと思うんですけど、その考えにのっとって同塾長が考える学問の勧めだったり福沢先生の教えに対してがこれは塾長自身の考えとは相違するなと思う点だったり、なんか何でもそう鵜呑みにするのは良くない、鵜呑みにすることが正しいとは思わないんですけれども、そう相違する点だったり、そんなに昔に出されたものだから今とはここがちょっと変わってきてるかなと思われたりする点があればぜひ教えていただきたいです。そうですね、やっぱりさっきまで一番分かりやすい例で言えばイクアリティとイクイティという意味で、まあみんな平等だから頑張りなさいって言われても実は平等じゃない時には同じ景色が見えるように下駄を履かしてあげることによってみんなが平等に見えるようなものをしなきゃいけないとか、まあそういうようなところはまだその時にそれほど概念としては出てきてないでしょうけども、まあそのよくないそういうことをやらなきゃいけないだろうし、当然のことながら地球環境問題なんてのはもう全くないわけですね、その時代には。なのでまあそういうようなことも当然もう今は新しいこととしては出てきてはいるっていうことがありますかね。あと当然のことながらその西洋事情とか特に文明論の概略とか読んでみると、今我々の方がその後 の学問が進んでるんで、あこれ間違ってるなみたいなちっちゃいことですよ、これは違うなみたいなことはたくさんあって、後のから言うとその例えば福沢諭吉はそうは言ったってアジアを見下してるとかいろんなその批判を後からする人はいるんですけど、まあその時その時のその環境の中では、例えば福沢諭吉ってあの方は1870年代に3回海を渡っただけで、あとはずっと日本にいるんですよね。でもその中でそういう啓発をずっとし続けてきたってことは、世界に出て常に最新を見てるんじゃない中において、その3回の渡航で得たことをもとに想像力を膨らまして、相当あれだけのことをやったっていうのは僕はすごいなというふうには思ってるんですけど、そのとこはちょっと質問に対する答えじゃないですね。はい、ありがとうございます。はい、先ほど手を挙げてた方3人いたと思うんで、それだけ質問を聞いたらと思います。じゃあ1、2、3人順番でお願いします。今日は講演ありがとうございました。質問なんですけれども、学問の勧めの中で自分は正しいのかを定期的にチェックしなさいという、まあ、ことを福沢先生がおっしゃってたと思うんですけど、ただ福沢先生はこの正しいことをやろうとして終身要領を日本中に配ろうとしてそれで止められてしまうということがあって、うん、でも福沢先生は正しいと思って行動をしていると思うんですけど、そういう時は一体自分はどう正しいのかというのを確認というか、そういうのはどうしたらいいのかなというふうに疑問に思いました。まあ、福田先生はたくさん失敗してるんですよ。例えば慶応義塾を京都に作ったり徳島に作ったりいろいろなところで作るんですけど、大阪慶応義塾も作ったんですけど1年ちょっとで廃校になっちゃうんですね。まあ、それは福田先生が作ったというか、福田先生の弟子たちも作ったところもあるんですけど、あと例えば明治14年の変っていうところでは、まあ、まさに伊藤博文や井上薫によって大隈重信が外されるわけですけど、その時福沢大隈先生は政治家であって、福沢先生は学者であるんだけども一緒に組んで、すごく民主主義を進めようとして旧戦法すぎてこれじゃあ日本はおかしくなると言って、一気にその福沢先生のみならず福沢先生の、まあ、慶応義塾の人たちをみんな要職から外されるわけですよね。
だからそれを失敗と見るとか 成功と見るか、そこでうまいことをやったからそこに残ることを望まなかったんでしょうね、福沢先生は。で結果的に後でこうやって歴史が判断するということを確信していたんだと思うので、まあ終身論もうまいこといかなかったけども、後で日の目を見るとか、その時歴史が正しいと思うことをやろうとしていたんだというふうに思います。でそれが彼の中での棚卸しであって、その判断は非常にあの学問をしてた。例えば立憲民主制を政党議会制を作ろうって言った時に、福沢先生は1年間自分は勉強しないとこれ判断できないって言って、いろんな本を読んで結果的に英国の、政党議会制がいいということに落ち着いて初めてそれを言ったんだけど、その前に1年間とにかく自分は学ばなきゃいけない、今軽率に判断できないって言ってるわけですね。だからそういうようなことをやっぱり熟考して学ぶっていう態度があって、その結果出してきたんだなっていう感じがします。ありがとうございます。あとじゃあ3名、じゃあどうぞこっちからか。今回は半分要望と半分質問という形になります。はい、独立自尊であったり実学、漫画環境などの慶応義塾の理念を体現する言葉があると思うんですが、伊藤塾長はかねてから慶応義塾の理念に立ち返ることが大事であるとおっしゃっていたと思うんですけど、この理念を解くことはすごく大事だと思うんですけど、その理念を体現する場所がないと、後世に伝わらないと思うんですね。その中で僕日吉学っていう授業を取っていて、その中で塾校の裏の方にある日吉寄宿舎について学んだんですけど、そこで100年前昔ぐらいの慶応義塾の教員の方が塾生と教員が共に暮らした日吉寄宿舎がなければ慶応義塾はなしと、寄宿舎なくして義塾なしという言葉を残されているんですけど、このように環境として塾生とその塾、教員の方が隔たりなく交流する場を提供することが必要であると思うので、その理念を解くことと同時にその環境、特に寄宿舎をはじめとするような環境整備をしていただければなと思います。これが要望でして、質問としては、伊藤塾長が、今の慶応義塾の現状をどのように捉えていて、そして伊藤塾長が慶応義塾の塾長を、辞められるときというか、在任期間を終えられるときに慶応義塾をどのような形にしたいと考えてされているのかをお聞きしたいです。お願いします。はい、ありがとうございました。まず寄宿舎ですね。寄宿舎はもちろん実は SFC がそういう考え方で、これも SFC、また新しい宿舎ができて、でそのキャンパスの中で全てが閉じるようなことをもともと求めて作ったわけですね。それからニューヨーク学院という高校もそうですよね。ですからそういうところをその3万人の学校で全員分の寄宿舎を用意してやる土地も今ないわけですよね。で寄宿舎の土地の中で、何人行けるかってことも寄宿舎の伝統私も読んで分かってますし、実際に卒業式の時もいや入学式の時もみんなマーチして歌を歌いながら上下の中もよくやってるっていうのも全部知ってるんですけども、でもその現実的に3万人の学生たちがどこに集い、教員がどこに住むっていうことは今すぐその土地もないし金もないっていうのが一番の問題があって、そもそもその考え方をある時慶応義塾は、捨てたとは言わないけども伝統は一部には残しながらも発展的に中流階級をっていうさっきのミドルクラスをできるだけ学問を進めようということでスケールしてたわけですよね。人を増やそうという、正しく考える人を増やそう、ポリシーがそういうふうに変わった時点でみんなを宿舎にカレッジスタイルなんでしょうけど、英国のそれをやることはやめたっていうことだと思います。それに戻すために例えば部分的に SFC を作ったとかそういうような方向性で今捉えているところであります。2番目の質問は、私が塾長を辞めるときにどういう慶応義塾であってほしいかっていうことで出口なんですけども、
実はその全社会の先導者ってことを、今ここに理工学部の教員の仲間がいますけど、我々教員やってて全社会の先導者目指せって今まで言われたことあんまりないですよね。でその理念がやっぱり最近薄れてたんですよ。で今自分がやってることは全社会を先導しようとしてるのかっていうことを人教員も職員もそれから学生も問うていく。その上でさっきも言ったように慶応義塾は民主主義の社会だから、私がどうしたいってもんじゃない問題じゃないんですよね。みんなでどうしていきたいかっていうのが慶応義塾のやり方なんです。私がどうしたいっていうもんじゃないんです。なんでそこが一番結構大切なところで、それはあの国立のトップダウンで決めるんだっていうんだったら、それは国立はそうしたらいいかもしれないけど、なんでだからこそさっき言った、塾生会議もしかり、それから、いわゆる自治会もしかり、みんなそのあるグループの中からしっかりと発言をしていって言葉、やることをまとめて、それを正しく教員にも提言していき、それをやっていく仕組みができるといいなというのは私の考えているところであります。ありがとうございます。じゃああと2名、はい、お願いします。柳木応援ありがとうございます。と学問の進めの中で実学のところで、あの実学は地理学だったり経済学というものが挙げられていたと思うんですが、自分は実学は時代によって変容していくものだと考えているんですが、思います。現代版の実学があるとしたら塾地はどのようなものがあるとお考えでしょうか。現代版の実学ね、現代版の実学はだから例えば分野によってまた違ってくるっていうのは、今ちょっと細分化されてきたから分野によって違うんですけど、もう一つはその今ツールとそれから学問っていうのが2つに分かれてきて、学問っていうのは例えばあの英文学であれば英文学は分かってなきゃいけない、それをそのしっかりとした英文学とか基本的なことは分かって世界と議論しなければいけないとかいうことはあるんだけども、でも英語はツールとして話せないと話にならない。それから例えば AI やプログラミングやそれに基づく数学はどの分野でもできるに越したことがない。でそこがツールなのか学問なのかっていう違いなんですよ。でこれはね、大学教員はこれ結構ツールとして見なすので、本当であれば高校ぐらいでもそれは全部みんなツールとして、つまりワープロも使えるとかいうようなツールとして携えてもらいたいんだけども、でもそれができないと世界の会社に就職できないんですよね。でそのツールができて初めて学問が今できるようにもなってきてるので、そのバランスが僕は一番難しいところだと思いますね。だから歴史学は普遍なんですよ。さっき言ったみたいに人間の一人一人の経験なんて大したことないんだけども、それぞれの経験を系統的にまとめて、じゃあ今度こういうことがあったときはこうするべきだってことをまとめてくれる、これも歴史学普遍ですよね。でそれはあるべきなわけですよ。倫理学も普遍です。例えばコロナの時にスウェーデンは80歳以上だから85歳以上の人たちの入院はもうやらないと。でもそれは哲学とか倫理学的にこういう哲学者と倫理学者、まあ、倫理学者は哲学者の一部なんだけど、そういう人たちがしっかりと学問的にこれはもうこういう事情によって行う、また経済学者たちも経済的にもこれはもうこうなんで、この人たちは幸せに、まあコロナになっちゃったら病院に入らずに自宅で治るか治らないか見てみようということをやるわけです。でもここら辺実は全部学問なんですよ。それが学問だと思えるか思えないかっていうところで、それをなんとなく感覚で決めていくっていうのは良くないんですよね。だからそれは全部実学なんですよ。でもそれを実学と見ないのが今どうも日本の風潮としてあるので、そこの実学を復活させたいということですよね。だんだん出てくると怒られるこれ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃああと、はい、お願いします。こんにちは。循環交際の、部分でちょっとあの日韓問題についてご質問があるんですけど、あの私韓国人の、韓国人の友人がいまして、その人にあの、ま、韓国との問題について尋ねたところ、すごい嫌そうな顔をされて、ま、結構、ま、溝があるなっていうのを感じまして、あのそういったこのセンシティブな問題を、ま、我々がどうやって、ま、向き合って、どうやって扱っていくべきなのかっていうのをちょっとお聞きしたいです。私、アメリカの大学院に行って、英語という共通言語のもとで韓国や台湾や中国の人たちと歴史を議論したときに、共通言語があってみんなが言い合えるってこんなに楽なことはないなと思って、
もう目から鱗でした。こういうことを韓国人の人は学んできたんだと。で、そういうのをやはり乗り越えると本当に仲良くなるんですよね。先ほど言った通り、そのあるところで固まって話をすると仲良くなって、で、まあ、一緒に例えばそのマテリアルサイエンスデパートメントで UC バークでいたんですけど、難しい勉強を乗り越える、その韓国人の仲間たちも今あの四世大学で教授やってたりして、久しぶりに会っても本当に心は通じ合うわけですよね。だから結局は世界に出るってことだと思います。そこで人間交際をするってことだと思います。だから慶応の人は外に出なきゃいけないってことだと思います、世界に。はい、よろしいですか。じゃあ最後お願いします。今回は講演ありがとうございました。2つ質問があるんですけど、1つ目は理工系の学生として技術は分断を作り出しているものと先生はお考えになりますかっていう質問 でもう1つは、もし何だろうな、例えば原子力について考えてみると、原子力爆弾みたいな大きなエネルギーを取り出せるものがあったからこそ、原子力発電で平和的にいいエネルギーが私たちの暮らしに役立っていると思うんです。でそういう時に、じゃあもしかしたら原子爆弾は私たちが払うべき大きな犠牲だったのかなって僕は考えるんですけど、どう思いますか。はい、じゃあ最初技術、私量子コンピューターが専門で、あの24年間量子コンピューターやってきた中において、今急に量子コンピューターが実用化されてかもしれないということで、慶応でも実際にあの世界最先端で、アメリカの最先端の IBM という量子コンピューターの会社が、慶応が一番進んでるっていうぐらい言うぐらい進んでるわけですね。でもその中において、やはり会社としてはこの量子コンピューターを使うことによって経済的に優位になる、それがやはりモチベーションであって、そこに参加する会社はそれはある意味分断を導くわけですよね。でもその分断を導いたときに、その量子コンピューターとかそういう技術をどうやって公開しながらもみんなで経済的に発展する方法を考えるかっていうのが、一緒になって自分たちが考えなきゃいけないことであって、だから単純に技術が分断を招くかというと、まあ技術が進めばするほど分断は招きやすいんだけども、それをそうじゃない方向に持っていく努力がさらに必要になるので、そういう意味では、社会科学者や法律家なんかと一緒に、取り組んでいく、あと世界と一緒にね、それを最適化して取り組んでいかなきゃいけないっていうのが私が考えていることです。いろんな意味で、例えばインターネットなんかでも Web1.0、2.0、3.0 っていって、ある時 2.0 というのはもう Facebook とか今メタだけども、そういうところはもう全部を自分たちのところで凝縮する中において、またオープンソースをもとにして非常にその民主的なプログラミングというのはまた進み出しているわけですよね。それに対する反省が、だから行ったり来たりやはりするわけですね。でその行ったり来たりのうねりの中の良い方向にいるところの先頭のグループにいるってことが大切だと思います。その前の技術にしがみついてると、いいことは何もない、置いていかれるだけでだと思います。で、まあ、2番目の原子力発電とか原爆は、まあ、あらゆる技術が、諸刃の剣であるわけですよね。だからそれは例えば今回のウクライナ危機で日本もやっぱり原子力発電をしなきゃいけないと言われたとしても、じゃあ今度原子力発電所を攻撃された時に守るのにどれだけの整備をしなきゃいけないんだということになって、まあ、いろんなことが関係してくるわけですよ。だからそういうようなことを全体的にやはりアセスメントしていって、それが 目先のことではなく、それが30年後50年後のことも、良いストーリーも悪いシナリオも含めてやはり考えていくってことが、それを示していくっていうのが大学や今の若者たちの大学生の役なのかなっていうのは私の感じたところです。正解はないですけど。ありがとうございます。はい、よろしいですか。じゃあ、塾長ありがとうございました。ありがとうございました。長い期にわたって、最後にもう一回拍手をお願いいたします。ありがとうございます。